はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。僕もですね、真夏になってきたので、この前の動画でも少しお話をしたんですけど、少しね体脂肪を落として、筋肉を維持するように、運動とか食事、切り替えていきますなんていうお話をね、させていただいたんですけれども、皆さんはね、夏に向けてどんな風に過ごしてますでしょうか。体脂肪がねついてしまったなっていう方は体脂肪を落としたいなとも思いますし、トレーニングをするのであればね、しっかり筋肉もつけたいなっていう風に思うと思うんですね。今日はですね、体脂肪を落とすのと、筋肉をつける行為、どちらを先にやった方がいいのかっていうお話をねさせていただきたいと思います。これは 100% この答えが万人に当てはまるっていうわけではないんですが、一例としてお話ししますので、ぜひ聞いていただければと思います。まず答えからお話ししたいと思います。体脂肪がついてね、太ってしまったなって思ってる方はまず体脂肪を落とすことから、始めてください。はい、ただこういうふうにお話しすると、ジムでね有酸素運動だけやってそれで終わりっていうふうに思ってね、軽いジョギングとか、エアロバイク漕いだりとかして、帰っちゃう方とかもいらっしゃるんですけど、体脂肪を落とす時っていうのは実は筋トレも、必須なんです。そうしないと、有酸素運動でエネルギーを使った時に筋肉もね分解されて筋肉がどんどんちっちゃくなっていっちゃうんですね。もちろん有酸素運動でしっかり強度を設定すれば、有酸素運動中のエネルギーというのはその脂肪をうまく使ってエネルギーを使ってくれるんですけど、脂肪だけ 100% 使うっていうのはね、難しいんですね。脂肪ももちろんそうですし、糖分、エネルギー源ですねとかタンパク質とかも、運動中のエネルギーとして使います。で、筋トレをしないまま、有酸素運動ばっかりしてしまうと活動時における筋肉のね、優先順位っていうのが少し下がっちゃうようなイメージですかね。体にとってそこまで筋肉量は残さなくてもいいですよっていうふうに、判断してしまうっていうことですね。人間というのは、使ってる部位っていうのはね、成長しますし、維持しようとします。これは筋トレだけじゃなくて日常生活を送ってたり、例えば力仕事してる方はもちろんねトレーニングとかしなくても体つき良かったりしますし、野球選手だったら野球をするための筋肉とかは維持しやすいですし、またランニングする人だったらランニング向けの筋肉っていうのは維持しやすいわけですよね。で、体作りっていう風になった時に、有酸素運動で脂肪を落としていくんですけど、筋トレの頻度が減ってしまうと、筋肉がそんなにね、残さなくてもいいよっていう風に判断してしまって、脂肪ももちろん落ちるんですけど、筋肉も落ちてっちゃうんです。その結果単純にこうなんか弱々しく、細くなっていくだけっていう結果になってしまって、結果体脂肪率も筋肉も減っちゃって脂肪も減っちゃってるんで、そんなにね割合的には変わらず落ちなかったりするんですね。なので、脂肪を落とすっていう時も、筋トレもね、筋肉を増やそうとする行為も、非常に、必要になってきます。なので、順番としては、体脂肪を落とすっていうところから始めていいんですけど、筋トレもしっかりして体脂肪を落としていきましょうという話ですね。あとはカロリーの話ですね。カロリーの話をさせていただくと、まず体脂肪を落とすってなった時に消費カロリーと摂取カロリーで消費カロリーの方が少し多くなるようにしていかなきゃいけないんですね。そうすると消費カロリーとその摂取カロリーのその差の分が、落ちていくっていうイメージをしていただければいいんですけど、そのじゃあ1日200キロカロリー、差ができました。その200キロカロリー分を体にあるものを分解して、200キロカロリーエネルギーとして出していくので、痩せていくんですけど、それが、脂肪から落ちるか筋肉から落ちるかっていうところになってきます。ここで筋トレが少ないと筋肉から落ちる量が多くなってしまうので、結果脂肪も落ちるんですけど筋肉も落ちて、なんかちょっとこう弱々しい体になっていってしまうっていうことが挙げられますので、ぜひ脂肪を落とすためにね、食事もコントロールして、有酸素運動も一生懸命取り組んでいく方もいらっしゃると思いますが、筋トレをね、忘れないようにしてください。僕はですね、増量する時よりも、減量する時の方が筋トレの頻度とか強度が高いですね。もちろん増量してね体重が上がってる時の方が重いもの上げられたりとかね、重いもの上げられたりとかはするんですけど、減量中の時の方が少しね筋トレの頻度とかは高くなりますので、その辺もねぜひ参考に、頑張っていただければと思います。はい、ということで本日もトークになりましたが、脂肪を落とす、筋肉を増やす、体脂肪がついちゃってる方は
体脂肪を減らすところからやりましょう。ただ筋肉を増やす行為、筋トレは忘れずにやりましょうというお話をさせていただきました。あとは冒頭にお話しましたが、人によって変わってくる部分ももちろんありますし、関節の動きとかそれこそ姿勢によってね変わる部分もありますので、僕がいつも提案させていただいているのは姿勢改善とか動きの改善を先にやってから体作りをしましょうというところをお話ししておりますので、無理なフォームで続けて痛みが出てしまう方もね中にはいらっしゃいますので、まず自分に何が必要かっていうのを専門家とね相談してやっていくといいと思います。体脂肪がつきすぎてしまってると姿勢改善も少しやりにくかったりする部分もあるので、体脂肪がねすごく多い方とかは体脂肪を先に食事と、有酸素運動と軽いトレーニングで、落としてから姿勢改善をやるっていう方もいらっしゃいますので、人によってねやり方はもう本当に、10人十色で違いますので、動画はね、きっかけとして見ていただいて、続けることで少しでもね効果が現れればいいなと思って投稿をしているんですが、本格的にやりたいって方はぜひぜひ、専門家の指示に従っていただけるといいかなと思います。僕のねホームページでも、お問い合わせ欄を作っておりますので、少し返事に時間がかかるんですが、よければお問い合わせください。ピコ、今日はなんか最後に一言ある？ひまわり畑に行きて。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。食べないで、鶏肉はね。